モンテック水斜面水斜面は運河勾配面の一つ。ある高さの河川か運河からもう一つの高さの運河か河川へ船を運ぶ。19世紀終了にドイツの技師、ユリウス・グレイフェが発明し、1970年にフランスの技師、ジャン・オベールによって実用化された。勾配水路に設けられた可動式の水門を用いて船を上下に移動させる。船を上昇させる場合、 水門を開けて船をコンクリート水路に入れる。その後、水門を閉めて水路を閉鎖する。可動式の水門を勾配水路に沿って移動させることで、船が浮いている水ごと上側の水面まで持ち上げるさせる。水面が平行したら船は自由になる。加工する場合は、上昇の場合と逆の操作を行う。フランスの南に2つの水斜面がある。モンテック水斜面は、 ガロンヌ運河にある。ポンセランヌ水斜面はミディ運河のベジエ近くにある。しかし、これは商業交通のために作られあまりにも巨大であるため何年も使われていない。ありがとうございます。